日本鹿児島県日置市吹上町中原吹上町、中原は、鹿児島県日置市の大技。旧アタコリ遺作郷中原村、アタコリ遺作村大技、中原、日置郡遺作町大技、中原、日置郡吹,吹上町中原。人口は4270人、世帯数は1747世帯。郵便番号は899-3301。日置市の南部。 伊作川の中流域に位置している。浅井木の北方には、吹上町田尻、吹上町毛宿里、南方には、吹上町中の里、東方には、吹上町湯の浦、吹上町横浦西方には、吹上町今田がそれぞれ接しており、西方の一部が、東、シナ海に面している。西部に、薩摩湖などの湖床が広がり、付近には、 松林が広がっている。浅井駅の南部には、吹上市街地があり、日置市役所吹上市所、日置市立伊作小学校などが所在している。1984年までは、地域内を、鹿児島交通枕崎線が、南北に通っており、市街地の西端あたりに、伊作駅、中部に、薩摩湖駅、北部に、吹上浜駅が所在していた。 伊作駅は現在、バスターミナル及び吹き上げ図書館となっている。また、線路跡は現在自転車道に転用されており、一部は、鹿児島県道加瀬田日吉自転車道線となっている。中央部には、国道270号が、南北に通り、南部の中原交差点より、東方に向けて、鹿児島県道22号、谷山伊作線、西方に向けて、 鹿児島県道二百九十四号、湯の浦井策定車上線が通り、県道二百九十四号は、伊作駅跡で終点となっている。北部には、日置市立吹上中学校が所在しており、付近にある吹上中前交差点では、国道二百七十号から北東方面に、鹿児島県道二百九十六号、田の頭吹上線が分岐している。中原という地名は、 鎌倉清り見え、薩摩国伊作僧の名だなであった。昭和を2年の伊作僧両家座師匠児灯台など、和洋上に月名として見え、その規模は屋敷及び一門屋から巨縁が26箇所、苗津園の16箇所とある。江戸期には、薩摩国アタコ伊作号のうちであり、村高は、天保郷町では1550国余り、急行給料では791国余りとある。 1889年に、伊作村の大技、中原となり、1922年には、伊作村が、調整施行し、伊作町の大技となった。その後、1930年には、伊作町が長吉村と新設合併し、吹上町の大技、中原となった。2005年に、吹上町が、日吉町、伊従院町、東市木町と合併し、日置市となり、 大技名は、従来の大技名に、休日体名を冠した名称となり、吹上町、中原となった。日置市役所吹上市所日置市立吹上、中学校日置市立、伊作小学校市立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる。ありがとうございます。